ヘシキリハセベは南北朝時代に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、福岡県福岡市沢楽にある福岡市博物館に収蔵されている。国宝指定名称は刀金造岩名、ハセベ国重本赤尾、黒田畜前主である。南北朝時代に活動した山城の刀工である、ハセベ国重によって作られた内なとされている。 国重は、名校で知られる正宗に学んだ十名の門下生の、ことを指す正宗獣鉄の一人とされており、長谷部派の階層と言われている。へしきり長谷部の名前の由来は、黒田お家ご長方古日並びに、三倉お筆言ご品入り組長によると、織田信長が、自分へ無礼を働いた、館内という茶坊主を成敗した時、台所へ逃げて善棚の下に隠れた、館内を棚ごと。 押し切りにして惨殺したことで、その際用いられた大切れ者の刀に、へしきれの異名が付けられた。その後、道東は信長から橋場秀吉の所有を経て、黒田長政に下手されたとも、信長が直接黒田に授けたとも、黒田義隆が小寺聖職の使者として、信長に面会した折、中国攻めの策を提言した褒美として、信長から彼に与えられたとも伝えられ、 文献や資料ごとに伝承の移動はあるものの、以後福岡藩主黒だけに解放として伝来した。江戸時代中期、徳川八大将軍、徳川吉宗が、本阿弥家に命じて編纂させた名刀の目録である、京法名物帳》には長谷部派の作品として唯一掲載されており、有リ無名を通じて被験すべきもののない、道派を代表する傑作と評される。 1933年7月25日には、立金造岩名、長谷部国重本高王、黒田地区全種の名称で重要美術品に認定され、1936年9月18日の国宝保存法に基づく国宝指定を経て、1953年3月31日に文化財保護法に基づく国宝に指定された。1978年9月19日に、 黒田茂子より、他の黒だけ伝来の文化財とともに、黒田資料としてまとめられて、福岡市へ寄贈、1979年11月に開館した福岡市美術館から1990年10月に開館した福岡市博物館へ移管されて、現在に至る。現在は、毎年1月上旬から2月上旬にかけての約1ヶ月間、福岡市博物館において、 公開展示される。作り込みは、しのぎ作りであり、胸は、オム胸となっている。波長は6 4 8トル反りは0.9から1 0トル元幅は3 0トル先幅は2 5ル、m 喫先長は 5.9cm、茎長はチメートルである。制作当初は、大立ちであったのが、後の時代にすり上げられて、 刀に改められたため作者の名はないが、刀と義士の本阿弥三則より、長谷部国重の作と極められ、金蔵岩による鑑定名が茎に入れられた。大魔状のため長さは詰まっているが、広い身幅に薄い重ね、浅い反りや大きさきは南北朝時代の典型的な刀剣の特徴を示す。地肌は、積んだ小番目肌に地に絵がついて、地形が入る。波紋は、 全体的にみなきだが、上半は腕ンデに、小乱れ混じり、下半は、大乱れ主体となりこにえがつき、爬中には砂流し、金筋などの働きが、坂に入る。帽子は、乱れ込んで帰り、表裏のしのぎに、幅狭のボードをかき通す。茎は、尻を剥がりくり尻りとして、節のやすり目をかけ、目くぎ穴を四つ打つ。左表には、諸字名、黒田畜前主が、 サウラには極め名、ハセベクニシゲ及び鑑定者の本闇三つのを示す、本画と、彼の顔が、金蔵岩で入る。現存する付属のこしらえは、その外観から、金あられさめあオうるし打チ型名ごしらえと呼ばれ、へし切れと同じく、黒だけに花宝として伝わった刀、名物、あたけ切れのそれを写したものである。ただし、あたか切れの元歌の小しらに比べると、 より重量があり、また細部にも相違が見られる。殻は下地に種塗りザメを着せた上に、いぶしいのつかまきを施し、鞘は腰部分を青紙で塗り、以下を荒れ地を押し出した金の板で巻く形見がわりとする。つばは鉄地木工型で、進化の銘が入り、表に、ナムミオホーレンゲ行を、裏に表端を毛彫りする。目抜きは尺道高彫り色絵にて三層の切り物を、表し、 縁は、尺道地に、波分をあしらったもので、一条西毛利三森の作者名が入る。三森は、文化、文政頃の金庫であることから、こしらえ全体も、その時期に制作されたと推測される。他の付属品として、安土桃山時代から、江戸時代初期の梅忠葉金庫の作と伝わる、金二十切門、通る、に金でで、厚切れ、長谷部と書かれた。 黒うルし塗り刀箱、痛みが激しく使用に耐えない刀袋が現存する。ありがとうございます。